あ、もう前うまかつもう待ってる。そう、乗馬しました。人生でほぼ初めて乗馬デビュー。でもほんまになんか初めて、一応初めてやけど、なんか初めてなんかほんまに一瞬だけ乗馬習ってたことあって、でもほんまにもう言えないぐらい一瞬言えないぐらい一瞬だけちょっと習ってたんですけど、でも本当にもう記憶ないレベルなので初めてです。習い事なんかもう本当にほんまにその時の記憶思い出されへんから、もう多分1ヶ月ぐらいしか行ってないと思う。もうめっちゃ怖かった。シンシンおはようツイートをもう1ヶ月ぐらい先まで予約投稿してて、で、まあ、結構もう12月ぐらいまで予約投稿完了してるんですよ。でなんかいつかやらくすやろうなって、だいたい深夜にあの予約投稿するねんけど、そしたらあの1日失敗してました。いつかやるやろうなって思ってて、なんか全部12月まで見た、ちゃんと。あの深夜とかに投稿され、なんか心身あの全然開いてなくて X でしたら、家族からなんか LINE 来て、なんかおはようツイート早すぎひんみたいな言われて、わついにやらかしたと思って、もう一回何事もなかったかのようにもう一回同じのつぶやきました。ちゃんと見ときます。でもたまにね、あの例えば日曜日とか、馬てか大体この時期 G1 とかあるから、そういう時はあの1ヶ月前にはさすがに予想できへんからあれやねんけど、大体めっちゃ前にもう予約してる。だから突然の仕事とかに対応できひん時ある、たまに。キューズモールの時も、もう前日に今日あの結構あの前から今日はキューズモール行かれへんけどみたいな感じでちゃんと文章考えてて、でそしたら前日に急に出ることになって、でほんまにずっと忘れてて、ほんまに深夜に「あ明日今日行けない」ってつぶやかれるとこやったって気づいて書き直して、それもまた予約投稿して寝た。また絶対やらかす気がするけど、あのちゃんと見ときます。そうだね、シンシンあの怖いぐらい早くて、全部早く終わらせたいんよ。まず来るやんか、そしたら帰りの準備をまず始めるねん。気持ち悪いやろ。もうあの先に早く行動を終わらせたすぎて、もうまず帰る準備してみたいな無駄な動きが一切ない。いやもうほんま無理。
ね、自分も一回やらんかったらもうやらへんってもう分かってるから一回もだからもう先にやっちゃう癖がついてどん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 先にやっちゃう。でもなんかそれは学生の時から来たら帰る準備してた。一番早く帰れるようにまずこの教科書とか全部ちゃんとなんか並べて、でも本当に無駄のない動きっていう感じで。そうやね。公演終わり、でも今でも早く帰れるもんなら早く帰りたい。なんか一緒に帰る人とかによるか、さすがに。いや超せっかちなんかも。抜け出せなくなった色の出口、リズムが背中を押した。歩くのも早いって言われる。あ、早食いやし、急いでるわ、ほんまに。あの公演の準備も早すぎてびっくりするよ。まず公演来てそのなんか衣装とかを準備する時間を設けられてるねんけど、まず新章来た瞬間に衣装を全部並べてもう出れる状態に来た瞬間にすんねん。でその衣装をちゃんとなんか確認したりする時間はもう休んでるみたいな。なんでもめっちゃ早く、あ、もう早着替えも早いし、めっちゃ。もうめちゃめちゃ行き急いでるわ、シンシンの方が。めっちゃ曲変わるやん。ギャップ？ギャップ？これギャップ？マイペースそう？マイペースそうに見える？でもマイペースやねん。それが。全然マイペースで。どっちもいる。どっちの心身も存在してる。全然じっとしてない。ずっと動いてる。じっとできひん。馬より速そう。そこまで速くないわ。せっかちマイペースやね。
お風呂も結構効率的かも。無駄がない動きって感じ。たまにすっごいみたいな時あるけど。湯船でゆっくりみたいな日もあるけど、全然20分ぐらい、でもそんなめっちゃ早いわけではない。でも動きに無駄はないと思う。毎日パックするよ。え、2、30分って早い？早すぎ？引かれる。2、30分。つなぎ歌流れてる。珍しい。お風呂ってさ、何すんの？なんかめっちゃ長い人ってさ、何してんの？使ってる時とか暇やん。携帯見てんのか。何してんの？歌ってるの？何すんの？え、嘘、早口しんしん。ぼーっとする。ぼーっとするのが、ぼーっとか、まあでもそういう時間も大事なのか。早口じゃないやんな。早口はあんま言われたことない。お風呂10分は早すぎるやん。すごいな、やっぱ上には上がいます。え、シンシンも長時間ぼーっとできひん。え、なんかさ、ぼーっとする大会みたいな知ってる？知ってる。え、知ってる。あれ出たいねんけどぼーっとする大会知ってる。こんな感じ。ほんまにぼーっとするだけで一番ぼーっとできたら優勝みたいな。寝たりしちゃう。でもただ一日中ぼーっとするだけ。あれ出てみたい。え、あれもし、え、だからもっとできたら勝ち。え、もうすごいで、24時間とかそんぐらいずっとこんな感じで、え、おらなあかん、動かずこうやってでやっとくっていうそう、だからみんな寝ちゃったりなんか動いたりしちゃうねんけど、そうやりきった人が勝ちみたいな。シンシン一瞬で寝ちゃいそう。ぼーっとする大会やってみたいな。楽しそう。え、絶対辛い。動きたくなりそう。最初の体勢結構さ大事じゃない？見てさ、見て動いたらあかんくはないねんけど、そんなめっちゃ動いたりはできひんから、伸びとかはできひん。ちょっと体勢変える、ちょっと首の角度変えるくらいの動きしか許されへんから、
最初の体勢ミスったらしんどい。判定誰がしてるんやろな。ボートする協会の人が判定してる。止まらない。あ、協会や。適当に言った。めっちゃ適当に。嘘嘘ない。そんな知らんけど。え、なんか知らん曲流れてるんだけど。曲。シンシン、あれ一回やってみたい。どんだけ寝れるか。いっぱい寝れた人が勝ち。それやりたい。でも起きたら終了。寝ないの我慢するの一瞬で負けそうやわ。曲が気になるけど全然聞こえへんかな。終わります。13位りょうちありがとうございます。12位みよっちありがとうございます。11位なほちゃんありがとうございます。9位れなちゃんありがとうございます。9位野原しんのすけのすけありがとうございます。8位ともたんありがとうございます。7位まつんやありがとうございます。6位きのありがとうございます。5位不当注意ありがとうございます。4位シーンありがとうございます。3位聖子ありがとうございます。2位ギョウスケありがとうございます。1位京都のエジありがとうございました。ではまた、バイバーイ。